もしかして新しい時計ですか？その通りです。見てください。はい、買っちゃいました。買っちゃいました。最高。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新しい時計をゲットいたしました。あー、素晴らしい。ずっと欲しかった一本ですかね、うん、そうなんですね、はい、これは何ですか？これはセイコーの GS ですね。 GS です。 GS 最高。これ何のモデルか分かります？61です。さすがですね。かっこいい。6145-8000ケースですね、うん、実はこれキャップゴールドではなくて、はい、金ムク最高。これ金ムクなんですね。金ムクバージョン。かっこいい、はい、ちょっと見てみますか。はい、失礼します。やっぱり金ムクだからかずっしりしてますね。ずっしりしてますね。やっぱり金って最高ですね。うん、気分上がりますね。かっこいいですね、はい、金ムクなんです、ね、金ムクなんですよ、はい、グランドセイコーで金ムクってそんな多くなくて、はい、あ、そうなんですか。初の金ムクが57ですね、はい、実はセカンドと言われている 57GS の金ムクケースって存在してますね、はい、そこから 45GS の金ムクケースはセイコースタイルじゃなくて天文台みたいな打ちっぱなしケース的な、うわー、それも座布団っぽい、あれもかっこいいんですけどね、はい、これは最高です。最高です、はい、セイコースタイルケースに金ムクで美しいですよね、はい、シルバーダイヤルに金ムクってすごいピュアな感じがして、個人的には黒金ってあんまり好まない、はい、かっこいいモデルあるんですけど、はい、割と私は透明感というか透き通った感じが好みで、いや、良くないですか。いいですね、黒と金でこうコントラストをはっきりさせるんじゃなくて、はい、あえてグレーのベルトで全体的な透明感を出してるってことですね。おお、ありがとうございます。うわ、はい、素敵ですね。ベルトも割とお問い合わせいただいてまして、ジャン・クロード・ペランの竹譜の黒子つけております、これペランのベルトなんですね、はい、と言ってももう5本ぐらい用意してあるんですけど、はい、あ、そうなんですか。黒子用に入れ替え用に、はい、そうなんですよね。素敵ですね。やっぱ輝きが違いますね。違いますね。これ実はノンポリッシュ。ノンポリッシュですか。なんですよ。え、見る点としては、はい、ここら辺ですね。ラグのこの垂れている部分、このここの部分ですよね、はい、そこがもう、はい、多面カットがしっかり、シャッキシャキですね。シャキシャキ、うわすごい、はい、夏のレタスよりシャキシャキかもしれないです相当シャキシャキですね。シャキシャキですね。みずみずしい、はい、オーバーホール、これ実は1ヶ月前から出して戻ってきたばっかり、ね、オーバーホールでケース洗浄して、はい、少しピンクゴールド感あったんですけど、こう金焼け感、はい、金焼け、それもまあ素敵だなと思ったんですが、はい、ピカピカの金最高ですね。イエローゴールドですね綺麗な金ムクモデルになると、はい、裏メダリオンがないというか、はい、ないですね。裏蓋自体が一つのでかいメダリオン。なるほどこういったところも素敵だなと思います。いいですね。スタンダードの61、はい、この当時は実用時計の最先端として作っていたんですが、はい、こちらもそれは反映されてますよね。こういうオニキス的な黒い、なるほど、そうですね。これ石が入ってるんですね。石ではないですね。多分これは黒色にしてあって、見やすいです。そうですね、視認性が金だけだとどうしても反射しちゃって見えづらいですけど、しっかり黒で締めてあるんですね。そうです、そうです。価格帯的には通常の61、1970年を見るとだいたい3万5000とか4万ぐらいで出されていたんですが、はい、これいくらで出されていたか分かりますか？金目ですもんね。当時の VFA が10万円、はい、その半分の5万円で、5万円ぐらい、はい、やっぱり VFA 頂点ですよね。ああ、もう基準かなと。そうですよねただ実はこれ19万円、はい、19万円。多分当時的にはまたこう別の層っていうんですかね、はい、別のターゲットの方々に向けて作ってたんでしょうね。なるほど。今となったら割とレアな一本かと思います。数少ない一本、はい、言ってしまえばロレックスの赤サビよりレアです。うわ、相当レアですね。はい、成功最高。けどやっぱりいい出会いですよね。本当出会い
と最高です素晴らしいですね。クリスさん、ちなみにこれはどういったシーンでつけようかなと思って購入されたんですか？毎日用です。毎日用、はい、日常用、はい、割とグランドセイコーファーストとか、はい、ロレックスバイスロンとか、うん、そういったものをヴィンテージで愛用してるんですけれど、うん、はい、オールシーンでガツガツ使っていく、うん、で、いったらちょっと全然つけるんですけれど、うん、毎日って感じではない、はい、むしろファーストの場合はポリ文字盤、うん、すっごい綺麗な状態でいただいたものなので、うん、残していきたい、パスしていきたいというか、うん、なのでそれとは違って、はい、日常用だと現行の時計しかないんですね。何個か現行を持ってて、はい、トラベルとか人と会ったりとか、うん、そういったシーンだといつも現行の時計を現行をつけてるんですね、はい、つけているので、はい、ちょっとヴィンテージの日常用も欲しいなと思ったことといい、ね、はい、あとやっぱりここまで成功最高思いが強いので、はい、成功スタイルのケース、初めてです、私これが成功スタイル、初めての成功スタイル、はい、たくさん時計持っていないので私の場合は、はい、うん、そういった成功スタイル、うん、ちょっと欲しかった、はい、あとやっぱ皆さんもご存知ですけれど金が好きです。はい、肌なじみというか一番自分にとってはしっくりくる素材というかスタイルなので、うん、なるほど、はい、それを全部こう、はい、メルトダウンしてこの一本欲しいなと思って、うん、要素が詰め込まれた、こんな状態のものが目の前に出てきたので速攻で買いますっていう感じでした。なるほど、はい、これその数が少ないって先ほど希少だっていうのをおっしゃってたと思うんですけど、はい、ずっと探されててっていう感じなんですか？ずっとは探してはいないですね。時計は基本的に私つけない時計とかもあるんですけれど、はい、その自分がチョイスしない時計、うん、だけどそれも面白みっていうのを全ての時計に対して面白いなと思ってるんですね、はい、うん、嫌いな時計って基本的になくて、はい、ただその中で欲しい時計の中には入ってました。あ、その中でいろんな要素がバッチリマッチしてこれだってなったんですね。そうですね。わあ、素敵ですね。そうですね、チャンスが目の前に出てきたら、はい、すぐ掴むタイプなので、おー、かっこいいですね、はい、もうビビッときました、うん、国産時計に限らず、はい、皆様も通常よりビビッときたものに関しては、うん、言っちゃった方がいいですよ。おー皆さんもビビッとくる一本が来たら逃さないように。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you for watching. Please like, comment, subscribe. See you next time. ありがとうございました。